却下。今日はあたいがお前らに、ガチの罰剣術のやり方を教えてやるぜー。漫画の中では手をその場から動かさず、腰を切ることで罰剣すると書いてあるが、実はこのやり方でおぜー。腰を切って、から、拳を繰り出すことになるので、どんなに頑張っても動作が2動作以上になっちまうからだ。そこでだ、最初に腰を切るときに、ポケットの口が相手の方に向くようにする。こうすればポケットから手を抜く動作と、相手に向かって拳を繰り出す動作が、一動作で完了できるって寸法よ。こいつを使って罰剣術を繰り出せー。どうだ、ハエガルおー。喧嘩は先手必勝だ。相手の敵意を感じたら即座に罰剣術を目か鼻に叩き込め。相手がひるんだら間髪入れずにとどめの一撃だ。けれどなお前ら、この技を悪用するなよ。絶対にするなよ。というわけで、以上、終わり、閉廷、解散。君も帰っていいよ。